ちは、みなさん。私はアミン・パーカーです。時々、私が仕事をしている時に、ゲストや顧客、訪問者の中には、私に近づき、私と長い会話をしたいと思っている人々がいることに気づきました。残念ながら、私の直属の上司やマネージャーは私が誰とも話すことを望んでいません。彼らは私が誰とも会話することを望んでいません。残念なことに、昨日、訪問者の一人が建物に入ってきて、私と会話をしたいと言いました。マネージャーは激怒し、私をオフィスに呼び、訪問者と話すのをやめるよう求めました。彼女のオフィスを出るとき、私はその訪問者にもう話せないと言いました。残念なことに、訪問者はとても悲しそうな表情で建物をごにしましたが、彼はとても怒っていたかもしれません。私はその状況に嫌な思いをしました。彼が私がこの仕事に飽きたもう一つの理由です。自分が監視されすぎているように感じ、上司は私たち労働者のことを気にかけていないように感じます。昨日、私の職場でこんなことがありました。建物を出たとき、私は状況を考えました。このマネージャーの名前はアリシャです。私にとって彼女はそれほど問題ではありませんが、時々態度が悪いように見えます。正直に言うと、私はこの上司を信頼していません。たとえ彼女が最近私にとってあまり問題ではなかったとしてもです。私の最終
的な目標は依然として1月中に退職するか、勤務時間を半分に減らすことです。Well, that's all I got for now.